最近俺さエプロンつけても何もやってないからさ、エプロンつけよう。うん。なんか皮ごと入れるって書いてあったけど、レシピには。いや、入れれば。皮ごと入れる？入れる入れる。なに、熱すれば大体でバイキンが取れる。まあ、千切りしちゃうしね。鍋でやるんでしょ？そうだよ。600g。え、どんぐらい入れるって言った？多めに入れる？肉が 200g になってるところ 300g あるから、ふぅ、半分ぐらい。知らん、何グラムか測れるじゃん、切ってから。さあ何グラムかな。これでティレッティレー、535g。 多いね。レピシでは何グラムあるか。300。まあいいんじゃない、ちょっとごたえや。大根いっぱい食べて何を困っちゅうや。まあ多い方がいいよね、大根。そうさ、肉は多くてもみんな食べんかもしれんけど、大根は別に、ね、食うしゅうや。むしろなんかキノコとかも入れちゃっていいんじゃないのみたいな。俺レシピ見てないんだよ実は。ああ、見たって開いてあるから。そうだな、レピシレピシレピレピシ。ああ、土鍋、あ、生姜で豚バラを一口大にちぎりながら入れて、上なんだ、うん、下に大根。ああ、で白だしと酒入れてってことか。へん、酒大さじ5。すごいね、そんな入れるんだ。生姜15g。 ん？ 15g。 10g？ だから 20g ぐらい入れてみて。ティレッティレッティレンリン。オーイエス！オー！ 105g ある。105g。 生姜ってこれどうですか？生まれて初めて見るんだけど、こういうの。生姜皮付きで切ってなかったっけ？皮抜いとったっけ？冷蔵庫の野菜室で保存する場合は新聞紙に包んで保存をお勧めします。あれ、まあ開けてないから。まだ切っちゃうか、私が。まあまあ時間かかりそうだから。とりあえず 10g いった計算したってことよ。おお、 17g。 これでちょうど、ちょうど、あれ。ちょっと何がちょうどなのか分からん。ちょっと大きいぐらい。ご飯も使っていいよね。まあどうせ刻むから、でどうせ煮込むから、皮ごと食っても問題ない。死にやせん死にやせん、とか言って死んだりして。今日は皮ごと死ぬ。まあ、色を入れたくない時とか、保存状態が良くなくて皮が乾燥してたり変色してる場合は皮を剥いた方がいい。保存状態はきっといいよね、ヌメヌメしてるし。天切り？切ったらまたこうやって重ねて切ればいいってこと？ん？こういうこと？こういうことだよね。こういうことだよね。違う？こうだよね。太いな。太い？もっと細くていいと思う。え？俺のお腹が太いってこと？意外と硬いんだな、生姜ってな。生まれて初めて切った。デイコンセントジョン入れてください、デイコン。わぁ、デイコンだ。デイコンが入っていくの。めちゃあるね。言うほど多くなくない？千切りしたから。タプタ、まあ、そんなもんでいいんじゃないですか。で、どうするって？バラバラに敷き詰めていく。適当に。かけていけばいいの？そう、ペチョペチョペチョって。そんな感じ。ああ、めんどくさそう。よかった、俺やらんくって。はい、こうなりました。きっと早送りしていることでしょう。
白だしが本当は1さじ半だけど結構多めに入れてあるんで、まあそんだけ多めに入れた方がいいでしょうね。大さじ2ぐらい、うん、大根がだと本当は何グラムあった？300で500入れたでしょ、2倍近いからね。じゃあとりあえず2杯で、いや3ぐらい入れていいと思うよ。大根で水分めちゃ出るからで、いくらにする？1、2、3、4、5、7ぐらいでいいんじゃない。2倍近く入れてもいいとは思うけど。6、7、8にしようか。8、はい、次は、あとはごま油。ごま油は本当は1半。さあどうする？油だからな。これはどうする？2ぐらいで、2ぐらいでいいんじゃない。大さじ2ぐらいで2で終わり。はい、あと20分煮込みます。煮つけるよ。はい、つけてください。しっかり水分吸収してもらわんと飽きまへんというわけで無水モードにして、よし煮込む。サラダでも作るか。え鍋とサラダ、俺はいらんと思うけど。はい、20分経過しました。来てくれや。じゃじゃん。ウェイ、全然水がない。想像、想像はるかに超えて水がない。こんなもんか、こんなもんなのか。やっぱ大根少なかったんじゃないのか。あ、とりあえずちょっと肉ほぐそう。大根が、匂いすごい。大根が少なかったのか、酒が少なかった。で水分で、これ周りが赤いもんね、ピンク色なんだけど肉が。どうやってほぐすんだ。ほぐしようがないぐらい固まったね。うん、うわあすごい。こんななんかパリパリって剥がしちゃっていいの？いいんじゃない？ほぐしなさいって動画でもあった。ねえねえねえ、水分がなさすぎてさ、どうやってこれうどん食べるんだろうって感じになってんだけど。うどん買ってきたのに。締めにうどん食べよっかってうどん買ってきたのに。こんな感じ。ああ彩り、あーいいね。こんなもん、いいね。終わり、いいね。いりごまをグリ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 潰しながら入れるんだって。できた、できた。ちゃんとグリグリって入れた。 もっと入れる？ん？さあ、もう一つ噛むぐらいいいんじゃない。ゴリゴリとグリグリって潰しながら入れていただいて。めっちゃうまっすやないか、まるこれ。ん？かける？そのまま？いただきます。つけ見せちゃおう。うん、薄い？薄めだね。うん、まずじゃあ塩かけてみせよ。なんか優しい味。そうなの？うん、試しに塩かけパラパラ、塩かけでパラパラ食べてみて、次ポン酢でパラパラ食べてみて。美味しそう。もうこんな景色かな。一口もまだ食べてない。うん、どう？うま。ちょっと私も食べたいわ。お腹空いて死にそうなのに。うん、よいしょ。ちょっとあっち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 。じゃあさ、うん、足りんやつ、そのためにうどん買ってあるんだ。試しに大根そのまま食ってみようかな。うん、うまっ。塩ちょうだい。なしでも全然いけるぐらいだね。うん、ちょっと部分的にちょっと塩かけてみて。いただきやすいよ。待って、肉固まってんな本当に。これ
うまっ。うん、うん、うまっ。めちゃくちゃうまいね。俺今まで食った鍋で一番うまいかも、本当に。ポン酢もっとうまい。なんかめちゃくちゃうまいやん。かけてみ、めっちゃうまい。こんなうまいんか。うん、うまっ。本当にその辺の料亭の味みたい。うん、めっちゃうまめっちゃうまもっと大量に作ればよかった本当にめちゃくちゃうまいわ、うん、これ本当にしばらく作り続けてもいいぐらいうまいわ。ガチ生姜が入れてあるのとごまとネギでこんなうまくなるんだね。味しょうが一番美味しかった気がするな。ちょ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 っと軽くパラパラってやる程度で落としたのにもね見たよ。これで食べるのがめっちゃうまいかも。うん、うん、うまっ。でもこれ絶対にうどん食えんよね。大根もっと山ほど入れよかった。うんまっ。しかもこれ何がいいってさ、いつもと違ってニンニクとか油とかあんま使ってないんだよね、うん、っあっさりさっぱり美味しい。まるまる2倍食べたいぐらいだなこれ。ほんとコーン。うん、どうしよっかな。あっちゅ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 。熱い。取ってないからめっちゃ熱いんだよね。ああ、うどんが移しづらいよ。こんなもんか、大差ないねこれで。よし、卵を混ぜる人は先に入れといた方が固まるので良きです。ネギじゃ、ネギじゃ。1、2の1、2の1、2の。ぐちゃぐちゃしていいよね。いいよ。もうしてるけど。ごま入れてない。忘れとった。ごま入れてなかった。ごま。力が強すぎてブチブチに潰れてるわ。うれー。おめえはごまだ。はい。おかめ納豆、おため納豆。ふん。卵固まってないね。俺もそう思っているところだよ。あんなに熱してたのに冷えちゃった。うん、微妙そげ。みんなの反応が鈍い。いや、美味しい。ちょっと薄味。そら薄味さ。薄味。物足りなかったらまたポン酢とかなんとか入れてあげてください。うん、うまっ。うん、うん、そこそこ美味しい。うん、めちゃくちゃうまかったやつが薄くなってそこそこ美味しさになったでも締めもあっさり食えていいね。うん、うん、うん、うまい。俺はうまい。うまい。うん、めっちゃこれ顔反射しとると思ったら俺だった俺ならどうでもいいね私こっちに反射してる。